伊豆市の皆さん、こんにちは。Hello everyone。 伊豆市の街中おもてなしちょこっと英会話へようこそ。この動画では伊豆市を訪れる日本語のコミュニケーションが取りづらい外国人に対して、市民の皆さんが少しでも落ち着いて対応できるように、簡単な英語や外国人とのコミュニケーションの取り方のコツを伝えていきます。早いもので8回が終わり、今回で最終回になりました。今回はこれまでのまとめをしたいと思います。この動画を通して、少しでも伊豆市の皆さんが外国人を温かく迎えてくれたらいいなと思っています。エイディ、街中で外国人の方に出会った時のポイントは何でしたっけ？まずは怖がらないでください。 Don't be afraid。 話しかける外国人の方は、知らない土地や文化でとっても不安に思ったり困っていったりするかもしれません。突然声をかけられてびっくりすることもあると思いますが、まずは落ち着いて相手のお話を聞いてあげてください。そうですね、怖がらないというのは大切ですね。話す外国人は伝えたいという気持ちがきっと強いと思うので、ジェスチャーや地図などを使って何とかコミュニケーションを取ろうとすると思います。皆さんも言葉が思い浮かばなくても、ジェスチャーや地図、紙やペンなど身の回りにあるものを活用してコミュニケーションを取ってみてください。伝える気持ちが大切ということですね。私は日本に来る前から日本語を勉強していたので、苦労や面白いハプニングはあまりないのですが、私の旦那さんは英語が得意ではないのに、三島駅でバスの乗り換えを手伝ったり、カンボジアに行った時はお腹の薬を買いに行ったり、そして何より国際結婚までしています。上手に英語が話せないからと遠くから見ているのではなく、思い切って話をしてみると世界が広がると思いますよ。外国人観光客の目を通して日本の魅力を再確認することにもなりますね。これまで英語を勉強してきましたが、世界には多くの言語があり、必ずしも英語が通じる外国人ばかりではありません。また英語でのコミュニケーションにまだまだ不安を感じている方も多いと思います。そんな時に便利なのが、スマートフォンやタブレットで使える無料のアプリケーション VoiceTra です。VoiceTra は英語、中国語、韓国語、タイ語など31の言語の翻訳に対応しています。ここで実際にエイディと使ってみますね。 Is there a bathroom around here? この辺にトイレはありますか? トイレはコインロッカーの正面にあります。 The toilet is in front of the coin locker. What are some local specialties in Izu?伊豆の名物料理は何ですか?伊豆の名物は椎茸です。 Izu's specialty is shiitake mushrooms. わさびも有名です。 Wasabi is also famous.Are there any traditional Japanese things to do around here? この辺に日本の伝統的なことはありますか? それなら足湯がおすすめです。 Then I recommend 足湯。本音を言えば、私たちは英語の教師ですので、できるだけ英語で自分の言葉を使ってコミュニケーションをしてほしいと思っていますが、本当に困った時のためにこうしたアプリケーションがあれば安心できますね。文章をできるだけ短くした方が正確に
翻訳されます。いよいよ7月23日金曜日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開会しますね。世界中の人たちがテレビで日本、東京、静岡、そして伊豆という場所を見ることになると思います。テレビを通して見た人たちはきっと大会が終わった後、伊豆市を訪れてくれると思いますよ。私にとって伊豆市には2つの大きなポイントがあります。1つ目は修善寺虹の里です。以前はデートで行ったこともありますし、今は家族でも行きます。そこでは子供から大人まで綺麗なお花や素敵な景色を楽しめます。2つ目のポイントは伊豆の温泉街ではすごく美味しいお蕎麦と天ぷらが食べられます。ぜひ多くの人たちにも体験してほしいと思います。伊豆市で対応してくれる皆さんは伊豆市を訪れる人にとっては伊豆市の代表顔です。ぜひ外国人観光客の方々に伊豆の魅力を存分に伝えてください。大会期間中に訪れる選手や大会関係者にも、大会後に訪れる観光客の皆さんにも、伊豆市に来てよかった、また来たいと思ってもらえるように温かい気持ちで迎えられるといいですね。ここまで見ていただき誠にありがとうございました。伊豆市の皆さんが伊豆市を訪れる人たちをおもてなしの心で迎え入れてくれることに期待しています。頑張りましょう。